ドカティを2台乗りました。こんにちは、セイクレッドグランドの YouTube です。いつもご覧いただきありがとうございます。イタリアかぶれのセイクレッドグランドシンボです。今回の動画では最近私が触った2台のドカティについて話をしてまいります。1台はスポーツセンという車両と、もう1台はムルティストラーダについて話をしてまいります。最初にスポーツセンから話をすると、リアは TTX を当社で改造して取り付けた。フロントフォークはカートリッジキットオーリンズのものを付けた。前後のサスペンションを当社で改造して、他にはマルケジーニのマグネシウムホイールを取り付けたっていうことや、マフラーもですね、当社でイタリアから輸入した品物をつけて、あとはお客様自身がご自分でドカティの専門店さんにですね、インジェクションの調整を出したりっていうようなことがされていて、非常に手の入った1台なんですけれども、今回の主な作業内容は車高を少し落とすということと、フロントフォークをノーマルからオーリンズのカートリッジ入れるということです。取り付ける前はそれでも当社である程度調整してリアは変えてあるし、フロントもスプリング交換オーバーホールを行っていたので、まあまあな乗り味ではあったんですけれども、カートリッジを入れることによって微細な調整ができるようになると。そういうことによって車高を変えて少し安定感を出し、足つき性も良くなって、こう安心感が出るっていうこともあったんですけれども、それ以上に車両の運動性能、厳密に言うとですね、何をしてるかっていうのは、その瞬間中心といって、バイクのピッチングをどうやってどのように自分のしたいように調整できるようになったっていうことが非常に重要で、それのためにはリアショックがフルアジャスタブルである必要もあるし、フロントフォークに関してもただ調整がついているだけではなくて、内部の減衰特性を微細にいじれる、この多段積層、要するにシムを乗っけて調整するということが私にとっては重要であると。それができるようになったということが非常に良い乗り味を作る上では大切だったということです。 V 型の2気筒はフロントフォークが柔らかすぎても良くない、しかし硬すぎるのはもっと良くない、これはどのバイクでも一緒といえば一緒なんですが、直列4気筒よりも V 型2気筒の方が特にこの傾向は顕著であると。ついでに言うと、2ストロークの V 型2気筒、例えば NSR だったり TZR、RGV ガンマのような車両も同様の傾向があるということです。ですからフロントフォークを固めすぎてはいけない。反面リアはある程度しっかりさせた方が良いということが言えます。このスポーツセン試乗してみて、やっぱりなというか再認識した点があるんですけれども、以前にも ZX12R をホイール変えたり前後サスペンション変更して作り込んでいったのと同じ経験ができたのですが、このスポーツセンというのはタンクが大きくて、もっとハンドルを絞って近くに持っていきたいとか、幅がちょっと広すぎるなとか、いろいろな点が気になっているんですけども、じゃあそれを思い通りにしてしまうと、あの張り出したタンクにぶつかってしまって、もともと少ない切れ角がさらに切れなくなってしまう。ですからポジションのハンドル周りの制約っていうのはとても大きい車両なんですけれども、それが試乗の際バイクを乗るときにすごく気になっていたわけです。ですがリアショックプラス今回フロント方向を大幅に作り直して運動特性を変えたことによって、そのポジションの問題点がかなりの面で改善されたような感じがして、乗っていて疲れるっていう印象が非常に低減されました。これは先ほど話した 12R でもすごい大柄な車両だなと思っていたら、いろいろな変更していくことによって解消されたと。しかもその 12R はハンドルもステップもシートも全てノーマルだったのに、バイクの大きさを小さく感じるようになった。この2つで共通した点何かなというふうに常に考えていたんですけれども、それはですね、車両の運動特性がポジションに与える影響というのも非常に大きいんではないかというふうに思います。逆にポジションが運動特性に与える影響というのは常日頃から言われることではあるんですけれども、車両運動によってポジションというものが改善されたように感じるという現実があるわけです。これはやはり両者が影響し合っているわけで、ポジションだけ良くてもダメだし、車両運動だけ良くてもダメだと、両者がやはりオーバーラップして重ねられる部分があるわけで、両方を良くしていくことによって
ポジションだけでは改善できない、車両運動だけでも改善できない、そういったことがあるのだと今回改めて実感できたので皆様に報告してみようというふうに考えました。もう一台に関してはドゥカティのムルティストラーダ2016年型なんですけれども、これは電子制御のサスペンションが前後入っておりまして、このリアショック、やはり電子制御ということで配線があったりいろいろな部分で難しい面があるのですが、それ以上に難しいのはフロントフォークの部分である。なぜかというと、このフロントフォーク片側はスプリングの調整だけで、減衰は片側の電子制御の入った方にしかついていない。そしてこの電子制御入ったフロントフォークはガスで加圧されているわけです。加圧されているとガスを入れるためのいろんなジグが必要になってきて、普通のお店ではオーバーホールができない。このフロントフォーク、ある有名なお店でオーバーホールされていたんですが、そこの解決策は正直言ってなかなかアクロバティックというかですね、こんな解決策でやっちゃうのかというような荒々しい作りをしていたわけですね。そこで私は機械的にきっちりこういうふうにやればこうなるよというようなしっかりとした手順を踏んで機械加工を行って、しっかりガスが入るように抜けないようにというような手段で組み立てることにしました。この車両の一番の目的はローダウン、シート高を下げて足つけを良くしたい。オーナーの方は160センチから160センチ少しぐらいの方で、ノーマルのままだともう両足が浮いてしまって乗るのにその精神的な障害がちょっと乗りたくないなと思うぐらいシート高が高いっていう形だったので、なんとかして下げたい、そのために前後を下げたっていうことなんですが、このムルティストラーダのようなこの最近の足の長い車両っていうのは、もともとのフレームは普通のロードバイクからサスペンションだけ伸ばして車高を上げてっていうような手法を取られていることが多くて、このドゥカティに限らず BMW だったりヤマハ、その他のメーカーは大抵この手段で車高を上げているわけです。ですから逆に車高を下げることによって元のロード用の運動性能を手に入れることができて、外観はこのオフローダーのような見た目なんですが、乗り味はロードバイクのようなしっかりとしたアスファルトの上を走るのにちょうどいい車両になったりします。ここでツッコミがあるとすれば、せっかく足が長くなってオフロードも走れるようになっているのに、そんな落としてロード用専用にしたらもったいないんじゃないかっていう言い分あるかもしれないんですけれども、しかしですね、この辺の車両もタイヤ180の普通のタイヤついていますので、足が長いメリットっていうのは、乗り心地ってそんなにサスペンション長くなったから良くなるわけでもないので、であれば足つき性の方に振っていって街乗り走るための運動性能という面に関しても、ある程度サスペンションのストロークが短い方がいいというふうにも思います。今シリーズとしてエンジンの形状と車高、それらの関連性についていくつか動画を上げていって、今後も上げていくんですけれども、それに関わる部分としては、車高が高いと安定性がなくなるっていう面は間違いないんですけれども、しかしそれはですね、ある領域においては安定性を持たせられるし、他方違う領域においては安定感が格段に下がってしまうという二面性があるわけです。これは重心が低い場合においても、その安定感なる部分、警戒感なる部分という色分けがあって、単純に重心低いから安定感あるんでしょうっていうふうなことではないわけですね。ですから車高の高い低いっていうところはエンジンの形とそのバイクの使い方、メーカーの作り方によって、メーカーが作ったとしてもこれは間違っているんではないかなっていう場合もただ感じられると。ですから私はこの車両にはこれぐらいが一番合うんじゃないかなという面を、お客様に提案して作っていくようにしています。当社セークレッドグランドは私が考える理想の車両というものを求めて活動を行っていますので、大きいメーカーのようないろいろなものを提示することができないわけですね。結局私自身のカラーというか個性が出てしまうという、その部分が気に入っていただけるお客様に関しては、オフロードバイク、モトクロッサーであったり、はたまたレーサーみたいなバイクであっても、ネイキッドであっても、こう筋というか新保が作ったバイクみたいな、そういう感覚が常に感じ取れるような仕上げになっていると思います。個性があるといえば個性があるし、逆に言うと多様性がないとも言える。良し悪しの面あるんですが、それでもお客様がこれだけ依頼いただけるということは、
ある種の本質に迫った部分がお客様感じ取っていただけているんではないかというふうに考えて、私自身ですね、ここ数年自信を持ってお客様に提案できているという状況です。そのような活動を続けてお客様により楽しい車両を提示していきたいというふうに考えております。今後の動画ではまた2気筒、L 型2気筒、直列4気筒などエンジンの搭載位置だったり車体の制約っていうものについてまた次々動画を作っていきたいと思いますので、楽しみにお待ちください。今回の動画は以上です。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。当社は面白いをコンセプトとして仕事を行っております。私たちの考えを多くの皆様に知っていただくため、他にも動画を配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。